俺やっぱおもれえわスイッチ入っちゃうもんカメラ入ってたらでもね真面目な話、はい、視聴者がちょっとドッキリばっかりやってつまらんって言ってるね。そうですね、まあ、しょうがないで真面目な話しちゃうよ。真面目あのバカどもまあ、ね、今日は真面目、まあ、足場の資材がどれぐらいの金額がかかるか結構高いよ ね足場の資材って高いっすね。どれぐらいだちなみに。大体まあもう簡単、まあ、ザクッとなんですけど大体これがまあ定価で1万円でまあそっからみんな何掛けとかで買うんですけど多分これあの400幅だね。400幅とあのこれ見ると250幅って言って、はい、まあ大きく分けて2つだな。ダブルとまああと細かいちょっと細いやつもあるけど。そうですね、まあ、大きく分けてメインはこの2つだな。メインはこの2つですね。でこの長さが1800ですがの400幅と250幅っていうのがあるんですよね、はい、でこれはいくらなんですか。で 1万円なんですけど、ざっくり9000いくらとかあるんで、ざっくり1万円で大体まあ3000前後ぐらいです。まああと会社によって違うんで、例えば材料めちゃくちゃ買っとるところはやっぱ安いですし、その分あ、まあ、うちはちょっと安いよな。なんでまあうちはもうまあまあ安いですね。1枚3000円で、これまあ100枚あったら30万。これ金持ちだなやっぱり。まあ2億くらい発した金らしいんで、はい2億なんかもう金でもない俺からしたら金ですらない2億のそんな話持ってくんなって感じ。手作りためのティッシュにしてけ。これはいくらぐらいの。大体7000〜6000。あまあ次はそれぐらいなんで、まあ3掛けぐらいだろ。3掛けぐらいです大体。で7、3、2000円ぐらいだろ。そうですね。で2000円ちょいの3000円ぐらい。あの3600っていう柱はどんなわけなの。柱も一緒。柱これ、いやこれ嘘。これこれいくわ。これいくわ。これこれいくわ。多分14000ぐらい。プライス。14000。14000。14000ぐらい。マッチョ。マッチョは3700円ぐらいです。3700円嘘。嘘。だけどこれ視聴者こうやって書いてあるよ。リュウジさんが前に出てたら動画伸びますよ。じゃあ出しましょうか一回。話しかない。一回出しましょうか。で伸びんかったらボツです。一回出します。一回前に出します。前に出てください。とりあえず前に出てください。相手だ。これ絶対伸びるこの動画。この動画絶対伸びる。でこれはいくら？これも1万円です。9900円とかなんで。これが8個。8個ですね。8個あると3600で、はい、で6コマが。これも大体7000〜6000〜7000ぐらい。まあ、1個だね。手すりっていうのがあとメインがあるんですよね。そうですね。手すりっすね。これ1800ぐらい手すりですよね。これ繋ぐやつ。まあこういうところに付いてるやつな。そうですね。これが1個いくらな。3掛けで600円〜700円ぐらいです。定価が2400円とかってことですよ。であとはこういうのとかあると思うんだけど、まあ、このままどうでもいいもんで、はい、まあ、俺からしたら全部はしゃがない。全部丸の数しかないで行ったのといくらぐらいな。行ったと、まあ、ちょっとアメリカ選手50万ぐらいですかね。もっといくでしょ。50万お前計算だよ。もっとお前俺が金出してもらって言ってお前計算もしんどくないから。3000円の柱がまあこれだと60本なんで、多分これで18万じゃないですか。アンチがまあ50枚60枚だとしても一緒なんで18万ぐらいの36万ので、手すりとジャッキとか小物を足しても多分それぐらいだと思う。50万ちょっと。50万でいける。50万ちょっとぐらい。まあちっちゃい家だったら250平米ぐらい。この家だとちょっとぐらい。そんな50万でいけるか。50万で買えば全然いけると思います。50万以内。お前俺の金だって計算しとらんだろこら。いや今します。僕らそんなんでいける50万で。本当だけど結構何千万定価だったらいけるんだろうけど、結構何千万とか使っちゃってるじゃん俺。何千万とか俺使っちゃってるじゃん。めちゃくちゃだよ視聴者からしていやらしいとそんな、うん、まあまあ大して気にしないんだけど、毎年何千万ぐらい使ってるじゃん。確かにそうっすね。そんな感じか。まあ5、60万、まあ、シートも入れて、まあ、60万、まあ一定60万ぐらい。まあ60万、ね、まあ多分その1棟だけでは買えんねんな。10棟分でいろんな材料を絡めて、まあ1個使ったりあっち使ったりみたいな感じで、大体5、60万ぐらいで、トラックこれ3トン半、はい、4トン半ぐらい。4トン半か今。大体この手1個300平米ぐらいだったら出るぐらいなの。3トンぐらいはいくっすね。けど、まあ、4トン半だったらもう間違いなく戸建て 1個分は全然いけます。でうちは4トン半だよね。4トン半ですね。ボディはちっちゃいのにな。ちっちゃいですね。で相当高いでしょ。この企画でしか多分民間は使えるんじゃないですかね。やっぱ入れないんで。誰が買ったんこれ。誰が買った。そう今日これ誰が買ったの。誰が買った。誰が買ったのこのトラック。トラック誰が買ったの。4だけやから誰がったろ。新型だよ。誰がったろ。俺らいい俺らいい俺らいい。お前帰ってこなかったやん。違う俺今撮ったのに俺全然帰ってこなかった。すいません。ボケたそうでしょ。じゃあ一回振ったのか。ちょっとバージョン2で、はい、これ誰がったろ。俺誰がったろ。誰がったミッチーさん。ミッチーディ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 ーありがとうございます。
じゃあ思った全然じゃあまあうちでいや今 何百頭、まあ、戸建て換算すると何頭戸建て換算すると多分ここ4万平米ぐらいあるんですかね。ただパンフレットには3万平米って書いてあるんですけど今どん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 増えていってるもんね、うん、でも4万平米ぐらいは全然あると思う。そうすると300平米だと300平米だと130頭ですね。130頭。1クラスだと常時780頭足場かかっちゃってるから俺足場かかってたらずっと金産んじゃってるか全部俺の金になっちゃうか俺どれやべえから俺もうやばいですもうやばいですそんな感じか。簡単に言うと5、60万ぐらい足場材で、まあ、トラックは、まあ、まあ調べは分かるもんね。4、500万ぐらいですね。でまあおすすめは10頭分ぐらい一気に買って、まあ、それまでは手間受けしとった方がいいよね。ちなみにまあ5、60万でしょ足場材、はい、どれぐらい持つの。お前はもうだってもう8年9年打ち寄るだろう。新品に買ったやつ使える。使える。あ全然全然使えるっすね。で年間うちだけでどれぐらいそのもうこれ捨てろっていうのはどれぐらい出る。1頭も多分出ない。まあ僕らは YouTube で使ってますからね結構バーンね倒してくしゃくしゃにしちゃうね。まあちょっとね上からなんか落としてさ。あれだって3、40万使ったんだろ。4、5年分ぐらいのペルトかなあ爆速どうも調子乗ってるな俺最近。でもなんか最近視聴者は焼肉屋でなんか声かけられてさっき言ってたじゃん。どうも気持ち悪いです。何ですかね。何お前キモいってこれ顔がキモいな気持ちがいいです声かけられて気持ちいい。あだって嬉しいってことね。声かけて最近俺大阪のイオンでも YouTuber だって言われて。あ本当お前男して男若い男だって。そうエスカレーターって言われて。マジで。そうあ僕知らんふりシュー花がねえ全然花ないやんけ。まあでも結構声かけられるなってきたよな。そうですね。じゃあ話戻そう。はい、まあ、ね、足場資材、まあ、壊れないで、メッシュシートは一番話してると思う。1000円かなんかあるの。1000円ぐらいですよ。で1頭大体40万ぐらい。40万ぐらいですだよね。だってまあ4万円ぐらいのもんなんで。4万円ぐらいです、うん、まあそんな感じです。足場資材興味あればそうですね。まあうちから買ってください。全然安く売りますんで。あそうかそうか。うちも販売もやってんだ。販売もやってないです。これからやろうかなってこれからやろうかなと思ってますんで。情報の交通事故だあで足場の募集ちょこちょこ最近言ってると思うんですけど、はい、YouTube の動画の中に概要欄に多分俺のアドレスが貼ってあるんでそこにメール送ってくれたらこの3人で対決。まあ足場、はい、新築の足場からで資材運びも広いじゃん、はい、まだ材料が入る前に3対3で五木工業対、まあ、うち対でもう1社か2社でぜひ写真とか送ってるんで仕事が早いよりもう楽しいやつらがいいな、はい、まあ、笑顔で、ね、そうそうそう。でどっからでもいい。全国全然どこからでもいい。そうそう小杉も何も出さないよ絶対注文しよう。ただまあ YouTube に出れるっていうメリットだけで。そうそうそう。で会社の宣伝をちょこっとしてくれゃいいんで。そうですね。ぜひちょっと面白いことやろう。で日曜日やろうと思います。多分4月の頭か3月末3月、はい、にやろうかなと思ってますんでぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあまたチャンネル登録といいねぜひよろしくお願いします。ザッザッまた見てね。また見てね。